はい、どうもね、今日もやります。君はいつも僕の薬箱さ。どんな その笑顔、泣いたらやっぱりね、涙するんだね。どうかしてるかな、君を守るため、そのため眠った横顔、震えるこの胸、ライオンハート。世界で二番目に好きだと話そう。会う君のママに出会った僕のように嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな変わらない。朝は小さなその胸、エンジェルハー、見せかけの子、みんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれた。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどに横顔、震えるこの胸、ライオンハート。はい、こんばんは。今夜もね、ライオンハート歌いました。土曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、こんな風に話してますね。まあ、ほんとね、明日だから天気のまんまだからさ、明日休みなんでね、どっかアウトドア行こうかな。うん。どっかね。いつも通りね。うん。いつも通りやってない。生存確認の一環ね。今夜もライオンハート歌いました。早速もう遅いからさ。燃料やアルコール入れて、アルコールばね。いや、今日のつまみ、今日も炒め物やって、今日はね、これローソンスターで買ってきた、これこれこのこれね、トランジがアルコールバーナーで、これを炒めます。ちょっと切ってくる。
キノコを炒めようか、キノコ。あ、パンみたいなやつね。パンみたいなやつね。パンみたいなことね。炒めよう。のだします。これすぐ火取るからね。塩分は使わなくても。そう、キノコ。そうそうそう、そのまま使えると。安いやつ、これ。まあ、火取ればいいや、これで。ね。これね、これで。どうもお手軽。これ200円か。多分、ちょうどいいと思うんで、これ一味唐辛子だけ入れようと思う。一味唐辛子。一味唐辛子だけ入れようと思って。まあこれランチョンミートに塩分入ってるんで、味付けはまたこれ辛味だけ、辛味成分だけで、これもいい。もうちょっとキノコが気になってきたら、今日はコローズ並みに、今日はキノコとランチョン、スタンムのようなやつね、要するに。味付けはこのランチョンミートの塩分の塩分。このランチョンミート炒めのつまみ飲み物、飲み物持ってこないと。今日は宝だ。今日は宝の、あ、いい匂いや。今日は宝の。お、いい香り。キノコもいい感じだ。さあ、ちょっと、まんべんなくして。どうかな？これがランチョンミートね。じゃあ飲もうか。じゃあこれ、これをつまみに、宝のゴールデンハイボールレモン。はい、乾杯。もういい、いい、おろそうか。じゃあ、スパム炒め。と、舞茸炒め。味付けはスパムのランチョンミートの塩分ね。うん。
だったらね、アスースだっけの方に、ね、電話しようと思って、だからちょっと遅くなっていくと思う。で、9時になってすぐ電話して、それでして、はいして。まあね。普通の缶はさ、量が多いからもっと高いんだけどさ、あれ、100円用にさ、あんぐらいのやつ今、どうも、こんにちは。前だけね。野崎のランチョンミートってやつで、こうやって適当に切って。100円で売ってるやつね、あれ、ローソンってあれ。あ、うまいな。奥多摩の雲取山のさ、ホームページ、雲取山荘。今度雲取山行くときさ、どうしようかなと思ってさ、悩んでんだもん、ほんと。ね、選択しようか、雲取山荘で、一泊しようか、山荘泊まりか。やりたい、センターやりたいからさ、センター君。センターやろう、よくローソンスライドやってますよ、これ。あれ。けどさ、あの、ラミネートパックみたいなやつで、あれ小さいやつだ、小さい量量で。値段も100円でさ。この底辺活力さんだ。でもこれでいいんです、この状態で。上を見たら気がない。まあ下を見ても気がないけどさ。自分のペースでさ、ね。自分の。無理はしない。自分の。稼げない人間だもん、僕は。ね。自分があった。無理で結婚すると結局みんな失敗するんだよ、ほんと。ね、僕はそう思うよ。自分のペースで生きていく、どうせ死ぬんだからさ。生きてる間生きてればいい。でこれで44まで生きてくれたもんな、いろいろあったけど。もうそれで、44になったからね、気がするまでだからな。それだけでもほんと嬉しい。ね、いろいろあったけどさ。生存確認の一環としてさ、お股のこと考えてます。かわいいもんな。かわいいね。今日土曜だからさ、すごかった。どうも。
あれ簡単で、ま、真似することじゃないとね、食べただけでも誰のやる豚バラなんか。そうだよね、あれ簡単なものよね、ただ炒めただけだもん。よくあるやつね。あれ安くていいよね、豚バラはね。豚肉の中でバラは安いからいいよね、バラ肉は。確かに。一般的に鶏肉より豚は高いけどさ、その中でバラ肉はさ、比較的。スパムうまいね。スパムじゃないな。スパムのタグじゃない、ランチョンミート。オッケーのパックのやつ。あれ。もしくはあれね。あれも安くていいんだ。あれもいいよね、マルシンのハンバーグ。あれ、あるときだった。あれ、あんま、シェアないからね、マルシンは。コンビニはあんま見ないからさ。適当な野菜と一緒に合わせても、ちょっとつまみになっていいよね、あれ。マルシンのハンバーグもあれ、油周りにくっついてから、あのまま焼けばいいからさ。うん。味も基本的についてるもんだからさ。ちょっとした野菜、くず野菜でいいんだよ、あれ。うん。例えば、スーパーだったらさ、今、6分の1カットとか4分の1カットでちっちゃいのが安く売ってるもんね。ああいうやつ50円ぐらいの。あれ1個一塊買ってって。それでもさ、1人分だったら、4分の1カットのキャベツなんかあれ1個使わなくても。あれのさらに3分の1とか半分で十分だもんね。あれ、マルシンのハンバーグ1個炒めてもうまいもんね。マルシンの油でさ、結構出るからさ、それでキャベツ一緒に炒めて。そう、貧乏な人そうよ、うん。スーパーの野菜ね。結構そうでしょ。夜遅いとさ、ちっちゃいやつ。それがさらに半額になってるからね。そういうやつ買っといてさ、それをま、耳、ね、大事に。あ、どうもね。ローソンツアーやっぱ雑種類が全然行けばわかるやで、普通のコンビニと比べるとやっぱり違うね。雑種、普通常のコンビニと比べるの方がローソンツアーはやっぱりね、ない、それが置いてないね、やっぱり。うん、あとローソンツアー野菜もね、さ、野菜はだいたい消費済み野菜でしょ、あれ洗ってさ、袋に詰めたのとかさ、そのまんま丸々で売ってんだもんね。うん、じゃがいもとかその辺も大きな違いはね、うん、野菜はそのまま、袋に入って洗ったりカットして調理した野菜ね。って、だいたいほとんどそうでしょ？だいたい。でもローソンストアはジャガイモとか、関西にもあるんだけど、ローソンストアはね。あるあるけど、あんまないのかな。あ、もともとあれ、ローソン三菱系だからあんま関西ないのかもしれないな、きっとね。まあ、ちょっと高めだよ、これ。別に、いつものやるの、これ。まあ、これね、安く。これを、うん。ビール、うん。たまには買ってみようかなと思って、買ってみた。いつも。キャスで YouTube ライブやってまーす。もう最近の お気に入りアイテムよ、ワイヤーキャスト。うん。ワイヤー、もできるってことは、スマホでもさ、このライブを YouTube ってところを
このアプリだったらね、これ赤いやつ、これで配信できるの。だからスマホなんてだからさ、メールとか電話来たらさ、途切れちゃうのが難点だけどね。まあでも簡単に配信できるからいいよ。こうライブを YouTube ライブで配信終わった後は、そのまま YouTube にアップされます。悪いよ。あ、うん、まあ。まあ。ではね、普通のローソン。あれが欲しいんだよな、マジで。全然なんでも通常ローソンがさ。熊野前の方行けばいいんだけどね。結構あるからな、そこまであると。マジでローソンが全然ないんだよな、あれ。ねえ、ほんとね。それはね、唐揚げくんとかさ。レジ横のさ。げんこつ、ころ、ローソンねえからさ、YouTube なんかでさ、ハイジマさんとかがさ、見てるとさ、もう駅の、ほんと駅前営業に住んでるからさ、ローソンで縁がなくてね、いろいろあるよね、あれ。うまそう。やみつき金とかさ。うまそうよね、ああいうね。でも、ま、セブンイレブンとファミリーマートかな、あのな。ね、今もあったの、二丁目、町の二丁目出てたんだけど、すぐ一年ぐらいで閉店しちゃったもんな、あれ。一年ぐらいで。日本、そうね、あるね、山手線だし、日本。さて、2本目持ってこようか、2本目。2本目のゴールデンハイボール持ってきますね。今夜は宝のゴールデンハイボールでーす。これで。たまに買ってみた。あ、でもそう。前とかじゃなくて、あれ、キリンの。キリンのエルギカはうまいよ、これ。キリンのやつ。あんじゃん、キリンの。キリンの これ、なんとも最後。うわ、うまい。いつものようにさりげなくね。なかなかさ、一回泊まってみたいと思うんだよな、あれ。あれ、起きた方、20分ぐらい起きたとこにある、雲取り山荘で。で、山荘泊も一回、でもな。8000円弱で、だからね。そう、たぶんね、でもどうしようかなと思ってね。せっかく行ったから、もうテント。テント泊。まあ、最初から山荘泊って決めればさ、テントの分荷物なくてもいいんだよね、予約してね。そうよ。山荘泊って電話予約だからさ。
しとけば、あ、でも、うん。そうだな、うん。